この作品は、まあ、アメリカでの取材が多いようでございますが、ストリートダンサーをその瞬間を描いた作品でございまして、このテーマでこの北本さん作者はもうここずっと10年以上でしょうかね、渡りまして、あのテーマとして表現しております。ストリートダンスですので、動きのあるダンサーの一瞬を捉えた、それが見事にこうバランスよく、画面の中に収まり、モダン性とさらに相まってその動きを感じさせる、また油絵としての重厚感も感じさせる、そういう優れた作品になっていると思います。彼は非常に優れた技術と描写力を持ち合わせておりまして、技法材料にも通じ、絵画表現には幅広い実力を発揮してくれる作家でございます。で、近年家族愛ですかねをテーマにした、特に自分のお嬢さんだと思うんですが、を取り入れた作品が多く続いておりましたです。これは実際実物の絵画見ていただくと分かるんですが、非常に優れた描写力と、マチエールといっても絵肌なんかもですね、非常に工夫されているものがありまして、非常に見応えのある奥の深い作品になっております。この作者はもう長く、私の知る限り十数年だろうと思うんですが、日本人形をメインにした表現しておりますが、ただ写実絵画を描くというだけではなく、独特な世界を表現しておりまして、で今回の作品は彼女にしては珍しく非常にさっぱりとしたこう背景空間の中での表現になっておりまして、それでいてなおかつ今まで彼女が追求してきたそういった世界というものを崩すことなく表現しておりまして、今までの表現のなんか集大成のような感じさえ受けさせてくれるすっきりとした画面になっております。洋画は、まあ、油絵、水彩、版画とあるんですが、基本的には具象絵画なんですね。まあ、絵画は具象絵画と抽象絵画というふうなジャンル分けができるんですが、その中の具象絵画がメインでございまして、ただその具象絵画の中でも表現方法というのはもう無限に近いぐらいあるわけですね。その作家一人一人の表現でありまして、細密に描く方、タッチを生かしてフォービズムのように大きな勢いで描く方、平面的に描く方、いろいろございますが、そうしたバラエティに富んだ表現の作品が私は今回の10点の中でバランスよく選ばれたんじゃないかなと、そんなふうに思っております。ジャンルはいろいろあるわけですけれども、その中でいろいろな一人一人の表現というのはこんなに違うぞという、さまざまな表現を示してくれたのが今回の特選10人の作品ではないかと、そのように思います。具象絵画の中でもこんな表現もあったのか、こんな表現もあるんだなということをのびのびと表現していただくことが、これからの日展の洋画の発展、充実、魅力にもつながっていくんではないかなと、そのように思っておりますので、この特選10人の人の一点一点、あ、こんなに表現違うんだというところを見ていただけるとありがたいなと、そのように思います。